月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、産経新聞論説委員、あと政治部編集委員の、畔蒜瑠偉さんです。たびたびおいでいただいています。よろしくお願いいたします。もう今回はもう畔蒜さんに聞くしかないなと、まず都議選の、はい、惨敗、大惨敗、歴史的惨敗とかですね、もう朝日新聞が喜んで書いてましたけど、これは畔蒜さんはどういうふうにお考えなんでしょう。まあ、もうそもそもその自民党都議たちが評判悪かったですけどね。いわゆるドンと言われている方を含めて、もう散々悪者にもうすでになってましたので。しかしドンというのも、しかし小池さんのなんていうか、作戦でしたよね、あれ、はい、今から考えれば。まあ、小池さんはそういう作戦はうまいですよね。ただしですね、これやはり国政選挙と違うので、はい、これで共産党の人なんかは躍進して議席が19になって、会見を目論む安倍 その出花をくじいたと、そういうふうに喜んでましたけども、はい、何言ってんのかなという気がするんですよっていうのは、はい、国政 その衆参で3分の2の会見勢力がいる状況には全く変わらない上に、小池さんはもともと会見派であって、はい、で小池さんがその都民ファーストの代表を引いて、まあ、野田さんという方がなってますけども、彼はもっと、まあ、右だと言われていますよね。で安倍さんはもともとずっと前から、はい、いやまあ都民ファースト伸びたって小池さんは会見派だからいいんだと言ってましたし、さらに言うとその安倍さんがその憲法9条に3項を加えて自衛隊を明記するという案について、はいはい、5月3日に表明なさって、その後小池さんと会った時に、小池さんにその自分の案を賛成させるって約束させたと、もう言ってましたので、実は共産党、まあ、議席が伸びたのはめでたいかもしれませんが、会見にとってそんなに妨げとか本当は違うんですよね。まあ、もちろんマスコミはそれを利用しようとするでしょうけどね。翌日の翌朝の社説では、はい、朝日新聞朝前読みはですね、一斉にですね、安倍総理の、まあ、慢心だとかですね、はい、傲慢だとか、こう書いてましたね。これについてはどうでしょう。どうなんでしょうね。その総理自身がおごってるとか、そういうふうなのは特に私自身は感じませんが、ただ自民党、やはり大きく膨れ上がっちゃったんで、まあ、不祥事だとか、はい、女性問題も含めましてですね、そういうのが出てくるのは避けられなかったんだろうなと。まあ、民主党も政権交代の時に一気に小沢チルドレンで膨れ上がった時には、まあ、そういう不祥事の類いっぱいありましたし、まあ、今その議員になる方の質が、まあそうですね、どんなものなのかなという気はしますですね。と同時にこれやっぱり気をつけなきゃいけないのは、はい、本当はおごりじゃなくても本当は憲法改正の妨げじゃなくても、そういうふうなイメージを作ろうと、まあ、反対勢力もう必死でやってるわけですよ ね、はい、でそれを便乗しようとその自民党内のリベラル派とか、反安倍派が、まあ、策動を始めると、で最初は小さなうねりでも、まあ、全部集まれば結構な動きになる可能性はやはりあると思います。それは気をつけなければならない。よく都議選がですね、はい、次の選挙に非常にその影響を与えてきたと、この 2回か3回ですね、はい、こう言われますね。これについてはどうですかね。まあ、それも私いろいろその政治の世界では都市伝説みたいなことがあって、その一つだと思うんですよね。例えばその小沢一郎さんがよく昔から川上作戦って言って、川の上の田舎から選挙演説を始めていくと、みんなビール のあれに乗ってやったりしましたね、演説を。なんとなくそれにそうなのかとか思うんですけど、よく考えたら理屈が分からないんですね、そういうことは政治の世界でいくらでもあるので、その一つだと私は思いますね。というのは、まあ、今回明らかにその都民の中でも、はい、まあ、そのおごりなのか何なのか自民党にお灸を据えようという意識は明らかに働いていると思います。それは今回は出る。でもそれ長続きするか、自民都議選の時の NHK の出口調査といわれる投票者のアンケートを見ると、安倍政権の支持率はそれでも 43%、ね、自民党支持率も38%でしたっけ、かなり高かった。高かったですよね。それは本来安倍政権支持であり自民党支持である人が今回だけは都民に入れるよという意思表示なわけで、それが国政選挙、おそらくまあ来年でしょうけども、
それに影響するって言われてもピンとこないっていうのが正直あります。またその時の政治情勢が、まあ、またお給モードだとは分かりませんけども、おごりって言っても別にあの、まあ、安倍さんなんか身近にいられてよくもっとご存じだと思うけど、そんなにおごったり慢心してるってことはないですよね。ないですね。ただたまたまね、そう、豊田真由子だとか、まあ、あのいろんなちっちゃな事件が、事件というか問題が起こってですね、それがもうその連日こうワイドショーなんかで放送されればですね、なんだという気持ちにはまあ一般の人はなるかもしれないけれど、そうですね、その安倍さんの慢心とかおごりと何の関係もないと思いますけどね、うん、僕は。よくその新聞は強行採決だとかですね、まあ、いわゆるテロ等準備罪についても言ってましたが、はいはい、それも本当おかしな話で、うん、多数決はまず認めなければならないのが一つ、はいはい、もう一つは強行採決というものを仮にあるとしたら、うん、民主党政権は3年3ヶ月の間に24回やってるんですね、うんうんうん、で安倍政権今もう4年半経って、うん、そんなやってないですよ、うん、やはりそのものは相対的に見ないと、ね、真実から遠ざかるかなっていう気はしますですね、うんうん、要は安倍政権のイメージを下げようと思って、うん、野党は批判し、うん、一部メディアもそれを利用していると、うんうん、そういう構図だと思います、ね、まあそうですよね、うん、そうするとまあ都議選はまあこういう結果になったけれど、まあさほど影響はないと、うん、まあですからその自民党内の策動とかが現れ始めて、まあ一定の影響はあるんですけども、まだそれが本質なんかすごいことになってるっていう状況ではないと思います、うんうんうん、安倍さんご自身はどうなんですか。もうあの外国行きいらっしゃったんですけど、やっぱり本人は、まあ、ここは塩らしくしているしかないなと、あ、そうですか、まあ、うん、そういう意識でいらっしゃるようですけども、うん、ただ安倍さんは、まあ、今回その強気な運営が裏目に出たとかいろいろ言われてるんですけども、うん、いろんな節目節目で世論を見ながら、はい、今の時代は、まあ、アメリカのトランプさんもそうなんですけども、うん、まあ、強い指導者が求められているという意識が結構強いと思う、うん、あ、そうですかね、うん、ですからまあ、そういうところの意図的な面もありますし、うん、同時に安倍さんの良さっていうのはそういうちょっとやんちゃなところがあって、うん、なんかこう下手に性格合わせ飲むみたいなポーズを取らずに、うん、違うものは違うだろうっていうところにあるので、うん、まあ、それが今はマイナスイメージで受け取られる部分もあるんでしょうけど、うん、まあ、本人はもうそれは仕方ないと思ってるんだろうと思いますね、うんうん、まあ、戦略的にちょっとおとなしくするけど、うん、まあ俺は変わらないよねみたいな気持ちだと思いますけどね、うんうん、このしかしあの国会を振り返ってみると、まああの前半が森友問題、後半が賭け問題で、これでもう散々ですね、政権がまあ揺さぶられたというか中身はあの、ないと思うんですけど、面白いことにですね、うん、今国会の特徴の一つは、はい、野党が安倍政権に対して、例えば子どもの貧困問題とか、正規就労者がどうしたとか、うん、格差がどうしたっていうことを、はい、ほとんど質問してないんですね。あ、そうですね。去年まではいくつか質問してたんです、うんうん、っていうのは、はい、あらゆる経済指標で、うん、子どもの貧困なんかはあの解消されてきてて、うん、格差も減って、うん、まあ、あの正規就労者も増えてるという、そうですね、つまり経済問題じゃ何も追及できない、うんうん、まあ、だから余計こっちに行くっていうのもあったんでしょうね。うん、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。
さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。